ダンスマスターインストラクターの安井です。ルネサンス春日部の皆さん、自粛期間いかがお過ごしでしょうか。今なかなかレッスンもできなくて、踊る機会がね、皆さん減っちゃってると思いますので、今回は、ティーンのベーシッククラス用に振り付けを考えてみたので、時間ある時に練習してみて、僕と一緒に踊りましょう。はい、それでは早速なんですけど、振りを入れていきたいと思います。はい、まず最初、肩を回します。肩甲骨を回す感じ です、ね、この時に手も一緒に前、はい、で足は左足出してくく、この右です。これとセット、ちょっと前に、次にここは、次手を広げて足も広げます、はい、で面を下ろします。もう一回いくと、ガッガッガッ、はい、そしたらこのまま、足を内股にしてダン、これで次にこう円で、こっち一回内股にしてアップ、もう一回この反対です。ガンとしてちょっと。で、こっち。はい、次。ほう。え？しですね。この時に手を35分ぐらい。はい。こっちは、何時だろう。1時40分ぐらい。時計ということですね。こう、こう。これを。1、2、3、4、5、6、7、8、
したら、落ちてる状態から右足を組んでダウンタップ、ダウンタップ、この動きで体の向きをこっちとこっち、ズンタッタッ、ズンタッタッ、はい、で手は自由ですね、広げたり肩入れたりとか上とか回してとか、はい、みたいな感じで自由にやってみてください。でこの状態のまま後ろにスライドして使える手横に上に当たります、ね、首は右にポツンと、このまま後ろにスライドします。じゃあセーブ、左足をセーブ、
では音でやってみましょう。というわけで今回は6-8ありますので、みんなこれを頑張って練習してみてください。またレッスンで生きる日まで、さようなら。また会いましょう。